もうマミ、花見やからって飲みすぎやで。夏希ちゃん、今日は無礼講でいいよ。いや、いつから私らに上下関係できてた？あ、そういえば今日エイプリルフールだっけ。よし、夏希ちゃんを騙しちゃおう。それにしても今日は花見日和やな。でも好天気がいいとちょっと花粉が気になるな。そうだね、なんか今日は東京で花粉が積もるらしいよ。どんだけすごい量飛んでんの。そんなん聞いたことないねんけど。あ、知ってる？今年でミッキーディズニー辞めるらしいよ。そうなん？ミッキーは引退したらあかんやろ。今後はフリーで頑張るんだって。まあドナルドがいるし大丈夫だよ。ドナルドにミッキーの後は荷が重いって。あ、この卵焼きも食べた？うん、食べたで。ふわふわでめっちゃ美味しかったわ。でしょう。産みたての卵使ったんだ。マミ、鶏飼ってんの？うん、うちは基本自給自足だから。知らんかった。マミって意外とたくましく育ってたんやな。今度ジビエにも挑戦したいな。たくましすぎへん？私ら女子大生に狩りは無理やって。そういえばさ、葵くんこの辺にラーメン屋オープンするみたいだよ。ほんまに？葵大学辞めるん？うん、オーナーだから経営だけするって。大学は今まで通り通うって言ってた。いつの間にか学生起業してるやん。ああ見えて優秀やってんな。そうだね。私もうかうかしてられへんわ。なんかやりたいこと見つけよう。やりたいといえばさ、たくみくん100人斬り達成したらしいよ。あいつ最低やな。葵と大違いやん。まあ遊びたい盛りだしね。盛りすぎや。今度会ったら説教したろ。それにしても今日はほんと暖かいね。もうこのままここに住んじゃおっかな。いや、夜はめちゃくちゃ冷えるから。あと公園に住んだらホームレスと間違えられるで。大丈夫だよ、今もホームレスみたいなもんだし。なんで？家どないした？そういえばさっき自給自足とか言ってたの、そういう意味やったん？まあそんな感じかな。マミ、家族となんかあったん？よかったら相談乗るで。大丈夫だよ、パパはすごく優しいし。ああ、そうなんや。それにいっぱいいるし。それどのパパのこと言ってるん？パパ活なんてしたらあかんって。なつきちゃん、ほんと面白いね。何笑って。ああ、今日エイプリルフールやん。さっきからおかしいと思ったら、もうまんまと引っかかったわ。完全に騙されてたね。ほんと、夏希ちゃんは可愛いから大好き。それは嘘とちゃうやんな。